買った買った。ああ買った。買いましたね。重たい。買ったよ。幸せ。いっぱい買った。そして今回の3人のお空は。買い物モードは続いた。ギャラリーラファイエット。なんて可愛いデパート。わあすごい。あんな奥まで。うわあ。一生懸命。しずさん、しずさん。あ、いいね。ナイス。イエーイ。ありがとうございます。グー。いいの撮った。店内にはひときわ目を引く巨大なツリーが。え、あれってクリスマスツリー。わー。でかい。なにこれ。超かわいい。すごい、やばい、すごい、すごい、嘘みたい、綺麗。あ、プレゼントがぶら下がってる。素敵だな。あ、もう幸せ、すごい、すごい。やっぱクリスマスってさ、すごいね。みんな幸せになれちゃう。ムードが高まると物欲も高まる。地下1階世界最大の靴売り場にあるあのお店へ。すごい、かわいい。これさ、だんだんさ、ユミちゃんがプレゼントの時にさ、赤い靴履いてたの。あ、かわいかった。そうか。この形の他の色って何があるのかな。老舗のバレーシューズ専門店レペット。リンカさん、早速お目当てを発見したようで。リンカさん早くも試着。あー、ピッタピーチュン。あ、かわいい。かわいくない、これ。かわいい、ツヤツヤ。そこのラインがかわいい。うん、かわいい。一人が買えば全員が買う旅で。私は何でしょう。学生気分。ツヤツヤ。ぴったり。歩きやすい。またピンクです。バーニーみたい。これ軽い。すっごい歩きやすい。私は何やろうな。ちょっとおしゃれなおじさん。買い物が順調で軽くドヤ顔の3人。ちょっとそろそろね、ホテルの方にチェックインを、うん、スペシャルなホテルですよ今日は。へー。なんと王妃の館でございます。館怖いけど。400年前からあるらしいんですよね。400年前。雰囲気あるよ。すごい、なんかロマンチック。わあ、お姫様みたい。